USTR ・アメリカ通商代表部は10日、台湾との間で TIFA ・貿易投資枠組み協定の締結をめぐる協議を数週間以内に再開することで合意したと発表しました双方の通商代表によるオンライン会談後、USTR のタイ代表が明らかにしました TIFA は中国との貿易協議を重視するトランプ前政権下で中断していました。